はい、おかえりのお疲れ、こんばんは。マッチングでございます。久しぶり。なんか、久しぶりに会ったら、ちょっと髪色変えたでしょ。ちょっとピンクに変えちゃったの、ね。染めたの、うん、どうどう、うん、いいよ、いいよ。いいでしょ、いいでしょ。うん、似合ってる、ね、似合ってる、うん。で、ちょっと太っちゃった。ちょっとね、うん。久しぶりに皆さんの前に出るんだけど。なんかね、ちょっとこう汚くなったね。そう、気にしない。汚いとか言わないで。もう、ね、あんまこの辺見ないで。何もできてないから。まあまあいいんだけど、久しぶりの上ネタ。はい。うん。来ました。ね、やっと来ました。じゃあそんなお話、スタート。はい。はい。なあ、とうとうユン・ジョンさんがデビューするんだよという。そうよ。ねえ、すごいことですよ、これは。まあまあ、あんまり急がないでね、うん、デビューは迎えてほしいなと、まあ、どんどんさ、うん、ボイプラのメンバーたちがね。本当に、うん、本当にみんなデビューしちゃったよね。ことごとくしていくじゃん。ね、すごいわ。いいの、そんな感じでいいのっていう ね、チームもいるわけじゃない。ね、ケイタのとこなんかなかなか、ちょっと、いいメンツ揃えたなって。なんかね。うん、なんだったらここにジョンなんで入れてくれてなかったのみたいな感じもあったんだけど、まあ他のメンバーね、うん、チームで言うと、ね、そこ、もうそんな感じでデビューしちゃうんだっていう、うん、ちょっと心配になるようなね、グループもいたりして、余計なお世話だけどさ、ね、そのでもまあそんな中ね、ジョンはまあ本当に、ちょっと時間をしっかり、うん、作ってというかさ、うんうんうん、しっかり準備して、そうね、いいメンバーで、うん、ね、知らない人がいても全然いいから、私たちっていうのはさ、そうそうそう、うん、ジョンらしいなんかグループ作ってデビューしてほしいななんて思ってて、うん、そこへやっと、うん、というかやっとというか、もう私的にはもうっていうジョンももうデビューしちゃうんだぐらいの感じ、 もうデビューしちゃうの、うん、もっとまだ待てるわよっていうそうなんとこあった、私的にはね、それはごめんなさい、みんなはもうやっとだやっとだわって思ってる人もたくさんいるかと思うけど、うん、ジョンちゃんのねインスタからまあなんかいろいろストーリーっていうかなんかパッと上がって、うん、で新しくまた別のアーマダエンタっていうの、そう、 うん、あるねアーマダエンタ、うん、まあだから、アーマダエンター。アルマダ。ああ、そうなの、アルマダ。アルマダっていう事務所なのかな、アルマダ。まあそういう事務所。エンターテイン。で、この事務所は何なのって、いろいろ調べてみてもほとんど何も出てこないっていうことで、うん、じゃあもう新しく立ち上げたんじゃないか。なんかね、うん、そうかもね。ジョン君も個人事務所なのか、ジョンを売り出すにあたって、まあいろんな協力者がバッと集まって、新しく立ち上げた事務所なんじゃないかっていうお話。で、そこからね、インスタパッと見てみると、カミングスーンって言って、ワンパクト。そう、ワンパクト。だって。ワンパクト。うん、これちょっとよく見ていくとさ、うん、近日公開って出てるのね、うん。で、これまあまあ、3つ並べて、ワンパクト。ワンパクトなの？そうな、うん、読み方がね、ワンパクトなのかな。これだからさ、これはどうなんだろうと思って、ちょっとね、でも一応その公式の方では、ワンね、1ね、1とインパクト、インパクト、インパクトのパクト、ね、の合成語で、まあ、まあそうでしょうね、一つに集まって大きなインパクトを作るという意味やから、そのまま読んだインパクト、インパクトじゃないわ、ワンパクト、ワンパクトです。だから翻訳したらもうワンパクトって切ってますわ、うん、ね。そしてメンバー1、ジョン・ウー、ね、っていうね、メンバー1だからね、うん、あ、じゃあグループなんだっていうことになるし、はいはいはい、何人グループなんだろうってことにもなるしね。そうそう、そういうことですよね。ジョン・ウー。ユンがないのね。もうジョン・ウーだけでいくと。ジョン・ウーでいくんだね。ね、うん、で、まあその下にね、ワンパクト。うん、ワンパクト。ってあって、で、その横に、まあハングルで書いてありますよね。うん、まあ本国ではワンペ。っていう呼ばれる可能性がある。はいはいはい。ねっていう話。じゃあ、ちょっと通な私たちも、もうワンペ読みかな。まあまあ私たちはもう、とりあえず、やっぱりそれをね、その情報を得ましたから。うん、せっかくいただいたんでね。はい、じゃあワンペで。ワンペでいきますか。ワンペの、メンバー1。うん、ジョン。というのが公開されました。すごいわ。この写真またかっこいいね。かっこいい。なんかさ、もうほんと、
ね、ちょっと色気もあるやん、なんか色気ありますよ。もう左肩のね、あの月のね、入れ墨タトゥーがさ、タトゥーか、あーもう今回もうバーンと出して、ね、ちょっと髪の毛も伸びたんか、うん、これはどうなんかな。そうですよ、ちょっとマッシュ感がなくなったよね。そうですね、遊ばせジョーン、毛先遊ばせジョーンが降臨っていう感じで、ちょっとさ、うん、衣装もさ、黒のレザーっていう、うん、ちょっと待って、まだ髪型いじらしてよ。あ、そうなの、ね、どうぞ、うん、まあ、今までね、ジョーンっていう本当にもうマッシュだったでしょ。前髪もパッツォなんてさ、かわいかった。で、後ろなんかもう本当にもう定規で切ったっていうぐらい揃ってたね。バツって後ろ、うん、これね、そう、なんかね、うん、すごい、これ日本だとこれダセってもう言われてもおかしくないぐらいびっちり揃ったジョーン。でもそれがジョーンらしくてみたいなね、うん、盛り上がってたんだけど、今回ここへ来てもうこの襟足遊ばせジョーンさんね、もうこっちからも反対からもはみ出るみたいな、ちょっとぐくみがあるっていうかさ、あ、うん、あるある、なんかね、うん、かっこいいし、やべえっていう、色気もあるし、やべくねっていう、うん、だから、ま、でもこのもみあげのところはね、割とそんなに伸ばしてなくて、うん、あ、もみあげないタイプかもよ、マチコと一緒で。もみあげのあたりは今まで通りに切って整えてきてるのね。整えてきてる、うん、でもそれ以外のところは遊ばせジョン。遊ばせジョン。だからもうただただ伸びちゃったじゃなくて、うん、ちゃんとそういう狙い、そうよ、コンセプト、そういうコンセプトでね、切り揃えてね、うん、そうそう、遊んじゃうぜっていうね、遊んじゃうぜ、俺たちは遊んじゃうぜっていうか、まあ、あの、収まんないぜっていうね、あ、枠に、うん、そんな感じなのかな。そこにやっぱりこの衣装も相まって、そう、レザーのこのレザーの肩出し V ネックっていう、もうこれは本当にすごいですよ、これはね、お姉様方はもうたまらんですよね、これね。たまらないですよ、これは、本当に。本当にね。ほんで、このちょっとさ、なんていうの、こう。見下し？見下し系の、うん、下から撮ってるわけじゃないんか。ジャンプがちょっとこう。まあ、下から撮ってますよ、これ。下から撮ってますけども。うん、でも見下しですよ。見下し、ね。こうしてもよかったわけだよ、ね。上目遣いじゃなくて。上目遣いはこう下から上でしょ。見下しですよ。見下しジャンプ。すごいな、ね。綺麗な花の話してるなと思って。そう、花がいいから。うん、やっぱりね、うん、いいよ。いいね、楽しみだね。盛り上がってもらいましたよ。こちらが大盛り上がりして生まれしてましたもんね。うん、そうです、そうです。うちのね、まちみさんちのね。いつも盛り上がってんだけどね、うちのおぶちゃ。ね、うちのおぶちゃ、ね、何もなくてもね。まちみさんち、純押しまちみさんちおぶちゃ、よかったら覗いてみてください。めちゃめちゃ幸せ、平和ですから。めちゃめちゃ平和、もう楽しいからね。楽しいで。本当に、ということで、まあ衣装もね、ビレッジピープルバリのね、レザー、ベスト着たという。ジョーンでございました。はい。はい、で、ワンペ。ワンペ。はい。これがもうこういう表記になってます。おしゃれ。ね、おしゃれだね。このロゴだけ見たって。ね、そう。で、うん、徐々にメンバー2とか出てくるんやろ、ね。そうだよね。メンバー2ってね。いつ出るんだろう。今日もう出るのかな。それからちょっと、まあ、開けるのかな。どうだろうね。そうね。これだって出たの、いつ？11時間前。あ、そうか、そうか。うん、やっぱ、1日おき、毎日出ると思うよ、さ、うん。そんなね、何日も開けるほど、引っ張っちゃダメ、まだ。うん、そんなね、なんか、うん。そうだね。そう。なんかだってハードル上がっちゃうじゃん、その分。いや、でももしかしてさ、うん、J とか。J は私は来る予想をしてますよ。あ、ほんと？うん、全然、うん。J とか。J 来るよ。なんか、いろいろ知ってるメンバー来たら面白いよなとか思いながら、うん。いや、僕、私は別に、うん、知らない人、ま、いいの、ファニーに、いいの、ファニーに。ファニーに、申し訳ない、ファニーに。ファニーに、いいの。ファニーに、また、あの、ファミで一緒にやりましょう。ファミで一緒に。またね。活動は別々で。ちょいちょい来るからね、うん、ファニーにとドンヨル、ね、うん、もうドンヨルもね、いいです。うん、だからどっちかっていうと、本当に、もう、全然知らない。ああ、人たちでもいい。うん、ちょっと、うん、埋もれてた実力者たちみたいな、うん、そうそう、もう実力をとにかくもう備えた、うんうん、もう埋もれてる子絶対いるから、そうやな、ああいうあのオーディション出てない子だって、そうやな、ね、実はすごいみたいなね、うん、子もいるだろうからね、そうそんなでもいいね、うん、何人ぐらいがいいですか、グループですか、うん、希望、うん、まあ7人ぐらいがいい7人ぐらいがいいですか、うん、いいんじゃないの、でもあの、そういうさ、あの
手だれというかね、うん、実力者揃いのグループだったら私5人でもいいかな。あ、そうだね、うん、5人でもいいね。5人でも、うん、いい。エキスパートな5人みたいな感じ、うん、とにかくあのジョンウの持ち味がしっかり出せる、うんうんうん、そういうグループであってほしいなって、はい、そうだね、うんうん、思います。はい、うん。なんだったら振り付けとかもそういうのはね、もう常にジョンがやっぱりこう、リードして、一丁噛んでね。ああ、そうね。当然振り付け師さんもお願いするんだけども、うんうん、やっぱりジョン。一緒にやってみたいな。ここはこうした方がいいみたいなのを取り入れてね、やってほしいよね。やってほしいわ。で、中に、あの、めちゃめちゃ、あの、可愛い万年の男の子をポンって入れといて、いいね、ビジュアルのね。ビジュアル担当のね。うん、すごい、もうちゃんとパンと入れといて。パンと入れといて、ね。一人だけでもいい、ね。それを、その子の活躍を順番後ろでこうやって、なんか、見てたり、面倒見たり。そうそうそう。なんかそういうジョンが見たい。ヒョン、ヒョン言って。そうそうそう。うん、ねまあまあ、万博だから。ね、万博。万博な男の子たち、お期待してます。はい。万博だった、万博だった。万博じゃなかった、万博だった。そんな感じで、うん、まあこれから、まあ、わかんないよ。まだね、何人、どういうタイミングで発表されるかわかんないけど、私はまあ、毎日、一人ずつ、うん、5人から7人。発表されることを期待しております。はい。そっからのまたデビューだからね。はい。うん。でも発表あるということは発表しきった時点で多分。なんかね。デビューの発表があるでしょう。今年の下半期のデビューを目指しているみたいです。今年中、下半期か。うん、今年中ってこと？はい。今年中を目指しているから、うん、まあすぐパーンとは出ないかもしれないけどね。うんうん、今年の下半期だったら6月から12月までだけどね。うん、でももうでも言ってる前よ。あと 2,3 ヶ月だから。ね。うん、楽しみです、はい、またデビュー日決まったらね、うん、また私たちも盛り上がっていきたい、まあでもね、おそらく今までの動きを見てると、うん、かなりやっぱ日本には力入れてるじゃない、そうね、だって多いもん、うん、日本の、うん、まあ、日本ジャパンマネーがやっぱ稼げるっていうのは ね、 まだね、うん、分かってるわけだから稼げるし、うん、だから日本での活動っていうのもすぐやってくれると思うんで、はい、そこの方には期待したいなと思います、ね、はい、またそんな話もですね、つるはしの K-POP カフェカラーズの店長さんと ね、 ね、またゆっくりしていきたいなと思います、ね、うん、あと日本人も一人希望としては ね、 ね、いたらいいなっていうのある、ね、うん、正直そうね、入れておいてほしいね、つきやすいよ、うん、そしたら日本にね、そう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 、より、うん、一人でいいからね、一人でいいの、ほんと、そうそう、うん、本当だったらケイタ君が欲しかった、まあまあでもそれはもういつも仕方ないことだからケイタはケイタで頑張ってね、そうやな、いい感じで頑張ってるからね、うん、今やってますからね、はい、うん、ということでございます。皆さんの感想とか予想なんかもね、ぜひお願いします。コンセプトで、なんてコメント欄にお書きください。そしてまだここまで見ちゃった人たち、皆さん、はい、ポン、タッチボタン押しといてね、はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。おかえり、お疲れ、こんばんは。今日はまちみとゆめまちがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。